宙歴ベータ28、銀河系は死の影に覆われた。徹底した破壊と殺戮をもって恐怖の皇帝ゼム率いる優勢帝国が全銀河の支配を開始したのである。中でもゼムに忠誠を誓う7人の戦士の戦いは凄まじく、彼らの狩る要塞獣の圧倒的な力の前に全銀河は屈服しようとしていた。だが最終兵器の設計図を持って逃亡しました。逃がすでないぞ。ルノアが後を追っております。今戻れば皇帝陛下も許してくださる。目を覚まして兄さん、ゼムのやっていることをよく見てお願い。何を言っている、皇帝ゼムを裏切るつもりか。何し、時に西暦1945年、第二次世界大戦後の日本。それは地球の運命を決する出会いであった。日本の天才科学者藤島博士の協力を得たルルがゼムの野望を打ち破る最終兵器ゼロイガーの完成を急いだ。だが動力臨界突破、危ない、制御不能。設計は完璧なはずだ。地球製の部品では限界があります。この機体もまた不完全で非常に危険なものになってしまいました。やはり誰にも乗りこなすことはできないと思います。しかし彼なら、あるいは半年後、無人島の秘密基地に一人のパイロットが帰ってきた。日高豪を待っていたのは兄弟のように育った少女さくらと藤島ルルによって作られた改造ゼロ戦雷鳴だった。そしてゼロイガーの完成を待っていたかのように彼らはやってきた。射出機固定完了、発進準備よし。豪は再び戦いの空へ戻っていった。ルル、この星にいるのは分かっている。戻ってくるのだ。兄さんがここまで。雷鳴が光線状態に入りました。には君が必要なのだ。藤島は
完成したばかりのゼロイガーを抱いて飛び立った。ゴーの元へ届けるために。富士に一体何があるんだ？なったってこのドラウの敵じゃねえで。何があるんだ？
でかくなったって、このドラウの敵じゃねえぜ。